ここではまず、写像とは何かということを説明しましょう。まあ、英語でマップと言ってます。で、写像というのは、関数の一般化なんですね。で、定義を書くと、X と Y を、空でない集合とします。それで、この時、X の2の要素に対して、対して、それに対応する、Y の要素がただ一つ存在する。そうです。この対応を X から Y への写像と呼びます。で、記号としては、まあ、F というのは X から Y への写像ですというふうにこんな記号で書いたり、またはこう上に F って書いて、こういう写像ですという記号です。それで、大学生の数学やるにはちゃんと定義を覚えなきゃいけなくて、例えば、X から Y への写像というものの定義は何ですかと言ったら、このように、X の2の要素に対して、それに対応する Y の要素がただ一つ存在する。というふうに、きちんとこれ、数学としての日本語ですが、これをきちんと言えたり、きちんと書けないといけません。それで、まあ、一般的な定義が出てきたら、いろいろ実例を知っておくことはもちろん大事です。で、例をいくつかやりましょう。まず例の1。X というのは、例えばこんな有限集合だとします。有限集合というのは要素が有限個しかない集合。それから、Y というのは、例えばこう2個しか要素のない集合だとしましょう。で、この時、1に対応させるのは4。それから、2に対応させるのは5。で、X の2の要素に対して1個対応させなきゃいけないんだから、Y の要素1個対応させなきゃいけないんだから、これだけじゃまだ関数じゃないわけですね。それで関数、写像じゃないわけですね。で、F の3としては、例えば5を対応させますと。そうすると、X の2の要素に対して、それに対応する Y の要素がただ一つ存在するということなんで、こういうふうな対応は関数、写像ということになるわけです。ところで、さっきから関数って思わず言ってますが、まあ、こう、関数、高校生の習う関数の一般化ではあるんですが、写像のことをこう関数と呼ぶ。呼びます。我々はそういうふうにも呼びます。で、これ、まあ、図示すると、例えば X というのは、こんなふうに1と2と
まあ、3というのがあって、それで y という集合は、こう4と5というのがあって、それで、まあ、1は4に移されて、それから2は5に移されて、それから3番はやっぱり5に移るという、まあ、これ、F というシャドウになっているわけです。そしたら、高校生の習う関数ですね。これを、写像と思うにはどういうふうに思うかというと、まずですね、例えば、高校生の頃 y イコール x 次乗みたいな、この関数と呼んでたわけですが、これをここの定義の意味で写像と呼ぶにはどういうふうに呼べばいいかというと、例えば x というのを r としましょう。これは、リアルナンバーですね。次数の集合です。で、y というのも、やはり、こう、r としましょう。で、この時に、x の元、こう、x に対して、x 次乗を対応させます。支えるわけです。そうすると、やっぱり、x の2の要素に対して、それに対応する y の要素がただ一つ存在していますから、まあ、この対応の規則は、やはり、関数になっているわけです。で、ここの、x、集合 x のことを、関数の、まあ、関数、または写像ですね。写像の定義域と言います。そしたら、もう一つ例をやりましょう。そしたらもう一つ例をやりましょう。例の3です。で、今度は、X というこの集合は、R2 だとします。で、R2 っていうのは、こんな風な、平面の座標ですね。x1、x2。それで条件としては、x1 も x2 も次数ですという。まあ、こう、平面の点だとしましょう。で、y というのも同じく、R2 の元だとします。で、まあ、この、x1、x2 というのを、まあ、x と書くことにしましょう。まあ、高校生の記号だと、この場合、こう、x のこうベクトルとかが書くんですが、まあ、こう文脈からベクトルだとわかるんで、こんなふうに x と、単に x と書かせてください。それで、この、x イコール x1、x2 に対してですね、x1 コスシーターマイナス、サインシーター x2、それから、まあ、2番目の成分下に書きますね。x1 のサインシータープラス、x2 の、コスシータと、まあ、これもここ
こをちょっとひっくり返して変えた方が本当は良かったですね。x2×sinθ です。まあ、こんな風に対応させると、これもまた、y の集合、y の件だと思います。で、こういうのもやっぱり、関数ですね。で、これまあ、θ はなんか適当な数です。まあ、固定します。X しますね。で、こういうの関数で、これは、ベクトルを、ベクトルに対応させると。こういうのも、まあ、写像、または、関数と言っているわけです。さて、これが写像関数の例ですが、もう一度、定義を思い出してみましょう。定義は、X の2の要素に対して、2の要素に対して、Y の要素がただ一つ定まっていると。で、もちろん、Y の元すべてをなんか動く必要はないわけですね。動いてもいいし、動かなくてもいい。それで、今、一般的な定義に行きます。fx っていうのを f の子大文字 x ですね。で、これを、def。これはデフィニッションの略で、定義するという意味です。これをこんな風な集合だとしましょう。fx で x は全部の、x を動きますと。で、関数の記号でこれ要素を移すんですが、これはまあ集合全体を F で移したものというそういう記号です。で、これのことをこの集合のことを F の地域と言っています。さて、例えば例2の場合、F の地域はどうなっているかというと、実を事情しているわけですから、地域というのは、まあ、正の実数ですね。これになっているわけです。これが、まあ、F の X であるという、こういうことになっています。それでまた定義の続きですが、もし y イコールこう fx とこうなっているとき、f は上への写像と。英語では onto map とこう言っています。または、前者と言っているわけです。まあ、英語ではサージェクションと言っているわけです。それで、今のこう例2の場合には、例1は前者。で、例2は前者でない。じゃあ、例えば、問いとして、
レイさんは前者かと。そういうことを考えますね。で、この問題を考えるには、どんなふうに解けばいいかというと、要するに解ければいいんです。だから、2の y に対して、fx イコール y となる、x が存在すれば、前者です。だから、これ問3は前者が答えなんですけれども、これを解きましょう。だから y イコール x1 コスシーター引くことの x にサインシーター、それから y にイコール x1 サインシータープラス x にコスシーターと。これを連立方程式だと思って、重い x1、x2 について解けるか調べると。調べるわけです。さて、この方程式を、解きたいんですが、こっちをまあ1式として、こっちを2式としましょう。そうすると、まあ、x2 を消すわけですね。x2 を消すためには、1かけるコスシータプラス、2かけるサインシータと。これをやります。そうすると、結局、コスシーター y1、プラス、y2 のサインシーターイコール、x1、コス事情シータープラスサイン事情シータと。こうなって、結局 x1 というのは、y1 コスシータープラス y2 サインシータとなります。で、次に、同じく、1かけるサインシータマイナス2かけるコスシータを考えましょう。で、そうすると、これは、y1 かけるサインシータ、引くことの y2 かけるコスシータ、イコール、マイナス x2 サイン事情シータ引くことのマイ x2 のコサイン事情シータとなります。したがって
て、x2 というのは、マイナス y1 サインシータプラス y2 コサインシータとなりましたと。で、これは、いつでも解けるわけですね。解けるので、F は前者ですと。あると。まあ、そういうふうに言えるわけです。それでまとめておくと、前者か、かというのを答える。まあ答え方はいろいろあるわけですが、まあ解けることを、示すということによって、前者かどうか言えるわけです。それで、例えば、まあ、F というのは、X の弦、X に対して、まあ、X 次乗を対応させるという、まあ、こういうものを考えますね。で、また、記号ですが、対応させるというときには、こういうふうに要素を書いて、こうちょっと縦棒を書いて矢印書くというので、対応させるとやります。で、この場合、前者かどうか。という、こういう問いを考えてみましょう。答えどうなると思いますか？例えば、例えばマイナス1というのは、R の弦なわけです。しかし、X 次乗イコールマイナス1は、の解は、R にはないと。あ、失礼、ここを間違ってますね。書き間違いです。消しゴムで、ここはただの実数の集合です。解にはないわけです。というわけで、これは、2の場合について解けなきゃいけないんで、したがって、前者ではないと。ないというわけです。さて、次に、単車の定義をしましょう。それで、まあ、定義。単車。英語ではインジェクションと言ってます。というのは、X ノット X なる2のに対して FX' となると。で、これは、まあ、同時な定義
これはタイムとって考えると、fx イコール f の x ダッシュならば、いつでも x イコール x ダッシュになるという、これがまあ、もう一つの同値な定義ですね。で、もちろんここに、2の x、x ダッシュに対して、という、これがこう必要になります。で、これが単車の定義です。それで、それで、これ分かりにくいかもしれないので、ちょっと図で例を書くと、例えば、こんな風になっててですね、こんな風になってたら、これは単車でないわけです。で、どこがまずいかっていうと、ここにこう、二つ、来るわけですね。だから、こっちの二番目の同値な定義で言えば、こう、等しかったら、元のここの x と x ダッシュ、等しくないといけないんだけど、こっちが違ってますよね。だから、これダメ。で、上の方の同値な定義で言ったら、x と x ダッシュが違ってたら、こっちも違ってなきゃいけないんだけど、ここは、同じなので、これは単車で、単車ではないというわけです。で、これは、単車でない。それで、単車の例をもう一個こう図示しておくと、例えば、こうなってて、で、こんな風になってて、これはここに行って、で、これはここに行って、これはここに行くというような、こういうのはもちろん、単車であるわけですね。で、もう一つ、こう、同値な定義。同値な定義としては、2の y に対して、f インバース 1y。これは定義として、x の元であって、fx イコール y となるよね。x を全部取りなさいと。だから方程式得意だと思うと解を全部求めなさいみたいなやつですね。で、この時、これが空か、ただ一つの弦を持つと。で、例えば、この例でいけば、ここにこれを y だとすると x がこう2つあるので、もうこれ、ただ一つの弦というのに反してしまいます。で、例えばこっちの例で言うと、これのインバース1の1個だけ。これのインバース1は空集合。何もない。それからこれのインバース1は1個だけ。これのインバース1は1個だけということで、やっぱり、これは単車だという、そういうふうになるわけです。